カ島、開拓島。そこはかつて、溶岩と岩山に囲まれた、過酷な島だった。これはそんな不毛の地を、緑あふれる島にビルドする物語。ついに港が開港し、大きな帆船も立ち寄るようになったプカプカ島。これで他国からも様々な物資が届き、この島はますます発展していくだろう。かつての荒廃した大地は、今後我々に、どのような景色を見せてくれるのだろうか。どうも皆様、おはようございます。流線形を形作るのに、家一軒建築分以上の時間を費やす軽ビルダーの、タンポポでございます。前回、パート6から引き続き港の整備を進め、加えて、他の島と交流、交易するための帆船、プカプカ号一隻を建造しました。私個人としては初の乗り物のビルドということもあり、いろいろ苦労もしましたが、建造時の難所だった流線形の船底、及び帆のビルドに関してもうまくいき、結果、大変満足する出来に仕上がりました。その後港と海岸線を拡張し、積み荷や街灯などの装飾もしていたのですが、正直まだ港として何か物足りず、少し寂しいんですよね。ということで今回は、港湾エリアのさらなる装飾、拡張工事を行っていきましょう。具体的には、そうですね、港なので、船から積み荷を下ろすためのクレーンなんかいいかもしれません。あとはそれら物資を保管する、赤レンガ倉庫もビルドしましょう。今後さらに大規模なビルドをする際、建材を保管しておくための倉庫は、島に必須の施設ですからね。未来のビルドを見据えて、先んじて建築しておくのです。さあ、すでに3パート目に突入している港作りですが、今回の動画で一気に完成させましょうか。それでは、クレーンのビルドから進めましょう。まあクレーンといっても、現代的な鋼鉄製の巨大なものではなく、大航海時代のヨーロッパにあったような、木製のものを建築していきます。まずは木製の桟橋の上に、土台を配置、鉄製の留め具を起点に、支柱として丸太を伸ばしていきます。その上には同じく木製の建材を使用し、台座をビルド、ここからクレーンのアーム部分を形作っていきましょう。ワイヤーを巻き取るためのリールは2台の水車で表現、その間から斜め上方向にアームを伸ばします。そして全体のバランスを確認しながら、アーム部分の長さを調整、港の規模だけではなく、船の大きさとも相談しながらアームの長さを決めます。次にアーム上部に、ワイヤー代わりの斜めレールを設置、このような代用品としての建材の使用法、もっと勉強していきたいものです。最後に、アーム先端部から鎖とワイヤーを吊り下げ、積み荷を持ち上げるための部品を取り付ければ、港のクレーン、完成でーす。立派な帆船が入港していたにもかかわらず、積み荷を下ろせなかったこの港に、荷物を運び入れるためのクレーンがついに組み上がりました。このクレーン、染色した建材はほぼ使用していませんが、その分木製の雰囲気がしっかりと出ており、この港の風景とも非常にマッチした出来になったかと思います。あ、決して染色するのが面倒だったからとか、そういったやましい気持ちは一切ございません。まあそれはさておき、これで船の積み荷を港に下ろすことはできるようになりましたが、まだこの島にはそれらを保管する場所がありません。ということで、次は様々な品を保管、管理できる、立派な倉庫を建てましょう。港の木製クレーンが完成した後は、楽しい建築の時間、赤レンガ倉庫のビルドに関しては今までと同じように、あらかじめ設計図と建材を用意しておきましたので、それをもとに、住民の皆様にビルドしていただきましょう。ちなみに今回の設計図、規模は過去最大級の大きさなのですが、パート6でビルドした、赤い屋根の入国管理局と同じく、左右対称の建物でして、作成に費やした時間はかなり短めです。だいたい6時間くらいかな。確実にビルドに費やす時間が短くなってきてる。そんな感じの赤レンガ倉庫、いざ、ビルドスタートです。
はい、今後島の開拓に必要な建材を管理、保管するための、港の赤レンガ倉庫が完成しました。しかしこちらの建築物、かなり大きかったこともあり、設計図制作時に、屋根の最上部がスキャンできませんでした。ですので、ここからさらに手を加えていきましょう。もう一息です。さあ、手直しも完了しましたので、今回ビルドした、港の赤レンガ倉庫を簡単にご紹介しましょう。3パートにわたってビルドの様子をお届けしてきたピカピカ島の港、最東端に、今後の開拓に必要な品を大量に保管しておくことができる、港の赤レンガ倉庫が完成しました。整理整頓が苦手で常に袋の空きはなし、非常にズボラな私ですが、これでどれだけ所持品が増えようとも、問題なく対応できます。やったぜ。でもまあ、まだ内装はほとんどなく、全く倉庫を活かせていないんですけどね。ですが今後は、この倉庫を使わないと開拓も厳しくなってくると思いますので、これを機会に、少しずつ整理整頓を心がけていきましょう。あ、でもズボラなのは、あくまでゲームの中の世界に限ったお話ですからね。そういうことにしておいてください。お願いします。まあ、以上が今回ビルドした、港の赤レンガ倉庫です。長らく作ってきたこの港も、ひとまずこれで完成。次回はまた何か別のものをビルドしていきましょう。あ、現時点で計画は特に何もありません。明日の私に全てを託します。ということで、今回の実況はここまでにしたいと思います。最後に恒例の、需要があるのかかなり怪しい。今回ビルドした設計図、および建材の公開コーナー。今回の赤レンガ倉庫、規模の割にデザインは結構シンプルです。なので使用した建材の種類も少なめ。でもレンガ系の建材にも色々種類があり、デザインを考えるのがすごく楽しかったです。それでは今回はこのあたりで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価や、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そんなことしてもうつ主が作った、変な動画を見せられるだけじゃないのか。失礼ですね。怪しい動画やしょうもない動画もありますよ。結局全部ダメじゃねえか。まあ今後も当チャンネル、アトリエタンポポー、よろしくお願いします。